乾と北川のワンツーだ。さあまたワンツーが出るか。ここでまた網にかかった。フライのボール。さあこれ繋がるか。オフサイドはない。エジガルだ。ゴンダが出てきた。そして増山がいる。まだ有利だ。2対2の同点。ああ、高橋が行った。増山からエジガル決まった。2点目。前半30分、エジガル2試合連続ゴール。カップ戦も含めると3試合落ちたと思いますし、よく松山選手も見てましたよね。まあ、自分でシュート打つっていう選択肢もあったと思うんですけども、あえてね。